鹿児島はこれから雨のシーズンになっていきます。その前にですね、自分の身の回りにある危険をですね、ハザードマップを使って学んでみたいと思います。各市町村が大雨、地震、火山などの危険性や避難所などの防災施設を地図に書き込んだハザードマップ、私たちの命を守るために必要な情報がまとめられています。鹿児島市の場合、2年前に全世帯にハザードマップが配られ、現在でも担当の危機管理課で冊子を受け取ることができます。まずは1993年の86豪雨で氾濫した甲突川にやってきました。ハザードマップには洪水の危険性を示す黄色や水色が塗られています。甲突川が100年に1回ぐらいの規模の洪水を起こすと、この薄い水色っていうのは 0.5 メートルから3メートルぐらいの水に浸かってしまいますよというようなことが想定されている部分になります。 0.5 メートルだと50センチですから歩けるっていうふうに思われてるかもしれませんけれども、流れがあるともう本当に危ないですし、さらにまあ汚れてますので何も見えないです。大げさじゃないかと思われる方多いと思うんですけれども、で100年に1回の雨っていうともう決して最近では大げさではないような状態になってますので、水が来るエリアなんだということをちゃんと知って、水が来る前に逃げないといけないということになるかと思います。次に鹿児島大学前の道路にやってきました。ハザードマップを見ると、大雨で深く浸水する危険性を示す水色が一部分だけに塗られています。ここだけいきなり水色が出てくるわけですよね。こうやってちょっと歩道の方を見ていただくと、はい、下のコンクリートの部分、向こうから手前に向かってだんだん熱くなってきているのが分かりますかね。確かに高さが出てきていますね。そうですね、その分こちらが低くなってきているということになります。はい、でさらにですね、ずっと南の方に目をやっていくと、まだちょうど電信柱のあたりですね、右手の方に見えますけれども、そのあたりはもう私たちの身長を超えるぐらいコンクリートの部分が高くなっています。同じような場所でも微妙な高低の差があって、はい、どれぐらいの深さ浸水するかどうかが変わってくるということなんですかね。そうですね。ではなぜ一部分だけ低くなっているのでしょうか。これもともとですね、只見川っていうのがずっと流れてきて、その昔の川の跡なんですよね。はい、川から離れていても自分がいるところ通るところがどれぐらい危険性があるのかっていうのはちゃんと見ておかないといけないですね。そうですね、このハザードマップにはきちんとこの低まりのリスクが表現されているわけですから、それを普段からきちんと理解しておかないとですね、この辺りにいるから川から離れてるから大丈夫だっていうふうに思わない方がいいということになってきます。次に鹿児島市の土佐地区を訪ねました。洪水の危険性がある新川が流れており、川の近くの斜面は急傾斜となっています。前の方はですね、新川の洪水のエリアになっていて、後ろの方はピンク色に塗られて土砂災害が、起こるエリアというふうに考えられているわけですよね。川があってそれを越えて避難するっていうことは非常に難しくなりますので、川が溢れる前にかなり早い段階で逃げなければいけない。土佐地区には色が塗られていない場所、つまり災害の危険性が示されていない場所もありますが、油断はできないと井村准教授は指摘します。後ろも崩れている、前も洪水が起こっているってなると孤立してしまう。でそうするとこの中で家は安全だけれども生活をするためには水だとか食料が必要になるわけですよね。そういうところの人もだから色がなくても備えておかなければいけない。やはり自分の家だけでなく周りの地図も確認するっていうのが大事なんですね。そうですね、地域全体を確認することが大事かと思います。災害の危険性を示すハザードマップ、井村准教授は日頃から自分自身の防災について考えることが大事だと言います。今ではですね、その市役所のネット上でもうハザードマップっていうのは見ることができるんですけれども、大雨とかその地震の時とかはですね、停電してるとそれは見れないわけですよね。でそういうふうに考えると、やはり紙のものっていうのは非常に大事にしてほしいなというふうに思いますし、普段からやはりよく見て自分の周りどこに行けばいいのか、そういうことを考えておいていただきたいなというふうに思います。